さん、トリタニのグゼルチャンネルはカレー動画をお届けしているチャンネルです。よはですね、がむしゃら橋本店さんに行ってまいりました。こちらのお店は、橋本駅から歩いて5、6分のところにありますラーちゃん専門店ということになっております。ラーちゃんとはですね、ラーメンチャーハンの略だということで、まあ、そのセットを売りにしているお店なんですが、今回はですね、そのチャーハンではなくカレーも置いているんです。そしてそのカレーがですね、なんと新潟のあのカレーインスパイアということで、もうピンと来てる方多いと思います。本日食べてきましたのでご覧ください。本日のカレー、ドン！ガムチャラさんは食券制。もちろんラーメンとチャーハンのラーちゃんセット推し。5種類のラーメンプラスチャーハンカレーが選べたり、野菜炒めなどお酒のあてなどもあります。本日は背脂生姜ラーメンに半カレー。セットカレーが2倍盛りの欲張りカレーを注文。こちらが本日注文した背脂生姜プラス欲張りカレー。まさに新潟のバスセンターのカレーを思わせるそのカレー。背脂しっかりの生姜香るこちらのラーメンも美味しそうで、早速いただきます。まずこちらのまろやかさわなカレーから一口。抜群にまろやかな口当たり、ほのかに香るスパイス感、後から来る辛みで本日もうまし。まさにそのものというよりかはインスパイア系といった感じで、食べやすく少々とろみのある感じもナイスです。野菜たちも柔らかく煮込まれており、これはうまし。背脂生姜ラーメンはまろやかタイプ。背脂びっちりですがこってりしすぎず、キレのある醤油の味わい、しっかりと香る生姜の感じで、これもうまし。麺の太さ、縮れ具合も最高で、このスープにぴったりの麺。すするとほのかに香る甘み、そして鼻から抜ける生姜の香りがどんどんお箸を進めます。スープに浮いている生姜やこの海苔なども一緒に混ぜて磯感をプラス。チャーシューも柔らかくでっかく食べ応えあり。後半にはパンチが欲しくなったので、卓上のブラックペッパー、そしてニンニクをブーストすると、これまたしっかり味変、これは飛びます。この美味しいカレーと美味しいラーメンを交互に食せるこの幸せ、新潟ならではの味わい。もちろん昔ながらのカレーに赤い福神漬けが映えます。チャーハンではなくカレーもぜひおすすめ。本日も完食ごちそうさまでした。どっちもありがたい。まあ個人的にはですね、まろやかな口当たり、ほのかに香るスパイス感、そして後から来るピリッときた、辛みなんかもすごく良かったと思います。具材もねしっかり乗ってましたし、プラス200円でこのカレーが普通サイズにできるっていうのもね、やっぱラーちゃん専門店、もう本当にここのお店のありがたさだと思います。いつも行ってラーメンでちょっとカレーミニじゃ足りないんだな、もうちょっと食べたいなって思う時結構あるんですけども、そういうのにも対応してくれる素晴らしいお店でした。個人的にはまあカレーも美味しかったんですけども、あの生姜、背脂生姜ラーメンもめちゃくちゃ美味しかったので、こちらの方もぜひおすすめとなっております。新潟のね、味が味わえるということで、はい、というわけでカレーに取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また次回、バイバイ。